カンリープ先生、申し訳ありません。先生あら、くちばしが黄色い子ミミズクね。顔が明るくなった。カンリープもうついてこないようにしっかり縛っておきますね。先生違います。学校についてきたら学校農場の動物飼育場に全部入れておけ。カンリープ本当ですか？やれやれ助かった。7レコンドタイガーキング S88 ボックモンタージュ恐竜眠っている夢高い山の下の林の中に社殿が見える霧の中に虹がかかっている絹のカエルが渓流に沿って走っている彼は小便を空に向けて発射し水の中に入る公宿鹿に変わるイノシシ小川に立っている鹿を睨むすぐ駆けつける社殿が見える絹のカエルが水中から上がって妖精に変わる体は羽の生えた黄金色の鹿で上半身は美しい女性だ近づいてくる強烈の首に弓をかけるいいあなたは誰ですか私はアイロックこの神の弓が君を守ってくれるこれを剥がしてください嫌です君の祖先の罠だ首輝は何ですか資源だ私は先祖と木こりが愛するようにした鹿。金剛山の小鹿。ウラルアルタイのマナ鹿。足をバタつかせるな。君を守ってあげると言わなかったのか。ご先祖様の資源。マナ鹿。綺麗。私を好きか？わかりました。この弓で何をしますか？アイロック笑いをこぼしながら去っていく。恐竜眠りから覚める。起き上がってキョロキョロする。僕の弓はどこにあるんだ？肩を触ってみる。あ、夢だったんだ。寝返りを打ち直してつぶやく。あ、僕の可愛い鹿のアイロック、アイロック。枕を抱いて寝る。共感フラッシュライトを回しながら確認する。顔に偽装クリームを塗った24人余りの軍人、階級章がなく、完全武装で障害物競争トラックの上に立っている。共感今から200メートルのトラックを50周する。1時間に10キロを走破する。ここで落語者は全コース脱落だ。わかったか？いい。例。よーい、ゆたん。将校たち一斉に走り出す。将校たちの顔はクローズアップされ、白はじめあきら、強烈顔はクローズアップされる。状況49。赤旗を振る。状況50。最後です。元気出してください。将校時間内に到着者11人地面に横たわるか水筒を取り出して水を飲む。強烈トラックを軽く飛ぶ。時計を見る。59分58万5960分ホイッスルを口に加える。ピピー。状況到着線にロープで縛る。13人の脱落将校がロープの後ろに横になってしまう。トラックが近づいてくる。状況脱落症候の方のトラックに乗って寝台に復帰してください。脱落症候たちトラックに乗って旅立つ。S90 刀剣守りの中で5から7メートル離れた円形競技場の中に見えない敵に囲まれている。モグラゲームのように人形のかかし12個のたけしが出てきたり隠れたりしたという。